ブーン。こんにちは、ミントです。ブーン。近年の F1 は若年化が進み、25歳にもなるともう若くないという印象を受けてしまいます。マックス、ルクレールを筆頭に20代前半が頭角を現し、しかも完全にマシンを乗りこなしており、その適応力の高さを身につけるにはさほど時間を要しませんでした。しかし F1 の世界でも遅咲きと言われたドライバーも存在しています。先日ご紹介したデイモン・ヒルもその一人で、見事にタイトルを獲得していますよね。今回は遅咲きと言われた F1 ドライバーを何人かご紹介しますね。エディ・アーバイン。エディ・アーバインは28歳の1993年、日本グランプリでジョーダンからスポット参戦し、いきなり予選8位、決勝6位入賞という素晴らしいデビュー戦を飾りました。しかし、決勝終了直後にアイルトン・セナから殴られたとも言われており、いろんな意味で世界にその名が知れ渡りました。翌年はそのままジョーダンに昇格し、レギュラードライバーとなり、1996年、フェラーリにミハエル・シューマッハが移籍し、セカンドドライバーとして大抜擢されました。マシンのテストやセッティングで望むものが得られるようになった1997年、アーバインはシューマッハを全力でサポートします。特に得意の鈴鹿では、汚れ役に徹してベストセカンドドライバーとも称されました。1999年には開幕戦のオーストラリアグランプリで初優勝を飾りますが、セカンドドライバーとしての扱いは変わりませんでした。しかし、イギリスグランプリでシューマッハが骨折により、長期休養になるとエースドライバーに抜擢されます。その後、マクラーレン勢の失速と代役のミカサロのアシストもあり、順調にポイントを重ね、ついにポイントリーダーに浮上します。しかし、最終戦の日本グランプリで3位に終わり、結局ランキング2位となりましたが、フェラーリ16年ぶりのコンストラクターズタイトル獲得に大きく貢献しました。中島悟。1984年からホンダエンジンを搭載した F1 のテストドライバーを務めていた中島悟は、1987年、34歳で日本人初となる F1 のフルタイムドライバーとして、ロータスホンダからデビューしました。当時の状況を、マンセルやプロスト、ピケといった第一線で活躍するドライバーたちと同じところにいるというだけで、スタートの信号を見落としそうになるくらい嬉しかった。これはすごい感動だったね、と語っています。当時の中島悟は、日本のサーキットしか知らず、ブラジルやカナダのサーキットは全く知りませんでした。それでも、初参戦のブラジルグランプリは、慣れないコースと不完全なアクティブサスペンションに悩まされながらも、7位完走を果たします。そして、デビューイヤーの第7戦イギリスグランプリで、ホンダエンジンを搭載するウィリアムズとロータスが、1位から4位を独占したレースで、見事に4位入賞を果たします。中島悟といえば、1989年、オーストラリアグランプリの雨の中島と言われる、伝説の走りが有名でしょう。予選は出走26台中23位と、入賞はおろか、一桁順位の完走も難しいと思われていました。スタートは一度、やり直しが行われる悪天候の中、中島悟は17周までに6番手に順位を上げていました。その後順調に雨の中を快走し、28周までには4位に浮上します。その後、点火系が水しぶきによる着火ミスに悩まされる中、3位との差を4秒ほどまで縮めて4位でチェッカーを受けました。このレースでは64周目に日本人初となるファステストラップも記録したんですよ。ナイジェル・マンセル。ピケ、プロスト・セナと並び、1980年代後半から1990年代前半にかけてマンセルは4強として F1 で活躍しました。そのマンセルが F1 にデビューしたのは1980年の27歳の時でしたが、
初優勝はその5年後、72戦目となるヨーロッパグランプリでした。さらに、1986、87、91年と、あと一歩のところでタイトルを逃しており、実質的にチャンピオンになれる素質を持っているにもかかわらず、苦労が絶えない無冠の帝王と呼ばれていました。しかし、1992年、最強のウィリアムズ FW14B を得たことで、最速の速さを見せつけ、苦節12年目で悲願の初タイトルを獲得しました。しかし、当時は誰でもウィリアムズのマシンを狩ればチャンピオンになれるという人もいましたが、34歳で F1 デビューした中島悟は、たとえどんなに優れたマシンに乗っていたとしても、チャンピオンになれることは偉大なことだ、と語っていました。また、このマシンはアクティブサスペンションなどのハイテク装備が搭載されていましたが、チームメイトのパトレーゼはサスペンションの細やかな動きに最後まで悩まされていたといい、あの速さはマンセルだから達成できたと言われています。今年の鈴鹿での日本グランプリでは、山本直樹がフリー走行で長年の夢だった F1 でデビューを果たしました。31歳という年齢ながら国内では最速の称号を得ています。来年レギュラードライバーの座をつかめる可能性は決して高くはないですが、今回ご紹介した遅咲きドライバーのように世界に挑戦する姿を見てみたいですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。